三好栄子は日本の女優である。東京市出身。夫は映画プロデューサーの森田信義。黒沢明映,映画をはじめ多くの東宝映画に出演した。出生名は宮田春。結婚後の本名は森田春。東京市神楽神保町出身。1912年、アトミ高等女学校を卒業後、島村宝月が結成し、 松井スマコらが所属する芸術座の演劇学校に入校する。1915年、三好栄子の芸名を名乗り、何技での大阪公演、清盛と、仏通午前で、初舞台を踏む。トルスト遺作の、復活や、アンナカレニナなどの舞台に立ち、着実にキャリアを積むが、松井スマコと衝突して、芸術座を脱退し、同じく芸術座を脱退していた、沢田昌二郎に誘われて、 1917年、新国劇結成に参加する。しかし、沢田夫人である渡瀬淳子と衝突して、新国劇を脱退、芸術座に復帰を許されるが、島村宝月や松井須馬子の相次いで亡くなったことで、芸術座は解散。1919年、辻野良一、佐月信子らと大衆劇の劇団である新生劇の結成に参加し、 中心女優として活躍する。1925年、新生劇の奥役を務めていた森田信義と結婚。翌1926年、新生劇を退団し、小林十三八坪内志向らが結成した宝塚国民座に入り、森田も文芸部長として共に所属する。国民座ではトップ女優として人気を得るが、同じく幹部女優だった。 出雲美み子との確執からまたも脱退以降は様々な劇団を渡り歩き大阪小畜下劇団の講師となり演技を指導する舞台にも終戦時まで出演を続けていたが主に脇役に回されることが多くなった第二次世界大戦後は黒沢明監督に壊れたのがきっかけで映画界入りし1946年黒沢の戦後第一作我が青春に 福井なしで52歳にして、初めて映画に出演。かつてのアデス姿とは、打って変わって、ギョロメと大きな口が、特徴の性格女優として活躍し、以降は50年代にかけて、黒沢作品をはじめ木下圭介、成瀬美希夫、小津安二郎、溝口健二、御所平之介、市川昆、豊田志郎といった日本を代表する監督の作品に、立て続けに起用された。また、 東方のサラリーマン喜劇では、森重久や演じる、主人公が最も恐れる、社長会長という役所で多数出演し、順風満帆の役者生活を送っていた。しかし、私生活では1951年、夫の森田が、完成死者を見るために、自宅から撮影所へ、自動車で向かう途中、急行電車と衝突し死亡する悲劇に見舞われている。 1959年、中大達也主演の野獣しすべしでの出演を最後に、病気のために引退。映画出演は13年間で110本を数える。1963年7月28日午後5時10分、老衰で世を去った。因は、黒沢明監督作品。ありがとうございます。